トゥーオールドトゥーダイ、ヤングは2019年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。相棒を射殺された警察官が裏社会とつながりを持つようになる姿を描く。企画、制作はニコラス・ウィンディング・レフン、エドブル・ベイカー、出演はマイルズ・テラー、アウグスト・アギレラ、クリスティーナ・ロドロなど。全10話のミニシリーズで2019年6月14日に アマゾンプライムビデオのオリジナル作品として全世界へ配信された。相棒の死をきっかけに、ロサンゼルス軍保安局の巡査マーティン・ジョーンズは、裏社会とつながりを持つようになっていく。トゥーオールドトゥーダイヤングのキャスト。ジョーダン・から、マイルズ・テラー、アウグスト・アギレラ、ジョン・ホークス、ゼネマローン。2017年2月8日、アマゾンは本作の制作を発表した。 撮影は2017年11月27日、カリフォルニア州ロサンゼルスで開始された。2018年3月6日、ニューメキシコ州アルバカーキでの撮影が開始される。2018年8月11日、主な撮影が終了した。本作は批評家から好意的に評価されている。批評集積サイトのロッテントマトズには37件のレビューがあり、 批評家支持率は70%、平均点は10点満点で6.6点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、トゥーオールドトゥダイ、ヤングは残酷で非常にスタイリッシュだが、その物上なストーリーは、暴力的な傾向を正当化するものでもない。しかし、レフン監督のファンであれば、そのネオンの中にある悲惨さに楽しみを見出すかも、しれない、となっている。また、 メトクリティックには8件のレビューがあり、荷重平均値は55、100となっている。ありがとうございます。